回、阪神原口文人、現状維持、3100万円。阪神原口文人内野手が2日、兵庫西宮市の球団事務所で契約公開交渉に臨み、現状維持の年俸3100万でサインした。金額は推定18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一の輪の中にいられたのは大きな出来事、今後の野球人生においてもすごくいい経験をさせてもらったと振り返った。プロ14年目の今季は主に代打として54試合に出場、52打数で2本塁打を含む10安打8打点、打率192の成績を残した。また8月から試合前の円陣でバモスと声出しを務めるようになると、10連勝の快進撃を見せるなど、プレー以外でもチームを鼓舞した。球団からは原口らしい味のある場面を出してもらってよかった、ありがとうと話があり、声かけだったりベンチの仕事もよくやってくれたとねぎらわれた。バモスが有効候補になってもよかったのではという質問には、皆さんが関西特別賞で作っていただいたら登壇させていただきますと話し、会場が笑いに包まれる場面も。ただ今季を振り返り、今年の数字は良くないものだったと反省の言葉を述べ、自分のキャリアハイじゃないですけど高い数字を求めてやっていきたいと意気込んだ。来季に向けては役割的には今年と近いところはあると思うけど、まず野球センスとして打って守って走って全部できないといけない、まだまだ打つ方一本でという心意気ではないので、全てをやって野球人としてレベルアップしていきたいと力を込めた。原口で現状維持か。原口は数字悪いけど出場試合数は去年より増えてるのもあるかね。元の年俸が高い糸原がどうなるかが気になる。原口の成績で現状維持か、ホワイトやね。今年現状維持の選手は優勝してなかったら下がってたんやろな。元の年俸高めの延べ量は下がったし、糸原は結構下がるかも。代打として打率192の成績ってどうなん？代打の平均打率ってどんなもんなんだろう？代打は2割で9打点、2割5分で上出来って言われるぐらい難しい。原口は終盤のセットアッパーやクローザーの左相手が多いから大変やと思う。ちなみに右からは278打ってる。バモス声出しの勝率が半端ないやろ。11連勝の声出しも全部原口やったし、現状維持で納得。バモス手当てやってもいいくらい貢献度は大きい。もっと評価されてもいいのに。もともと思ったより低いのもあるけど、優勝したしベンチでの貢献度加味されてもええのにな。3300万円やげろよ。もっともっと打てる。代打の神様原口来季はそう呼ばれると信じてる。存在価値が何より、それにつきます。バモス原口、来季もチームを支える活躍を。バモス原口。今季チームをまとめるって意味で原口の印象はすごく強いけど、やはりこの辺りはシビアやな。来年もバモスがいいな。しかも言うてたもんね、声出し素晴らしい。で来季頼むよグッチ。原口って成績の上げ下げ激しいよな。原口は感動補正で下駄履いてるとこあるけど、まあ彼の人望があれば将来首脳陣として活躍できる可能性高いから雑に扱ってはいけない。来シーズンもよろしくですグッチ。阪神原口3100万は安すぎると思うのは俺だけか。原口さんは1985年で言えば川藤幸三さんのような役割を果たしたと思う。来年も頑張ってほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。